もうなんというか胸がいっぱいになるというか、もうあの実は今まで今回で3回目なんですけども、ムーティーマエストロムーティーとご一緒させていただくのは3回目なんですけど、こんなに刺激的な思いっていうのは特に今コロナ禍にあって、誰かと音楽を共有できる喜びとか、その音楽に対する熱量みたいなものを改めて感じることができて、昨日初回の演奏会を終わった後も本当になんかすごく大きなものを胸の中で受け止めたような、そんな気分の演奏会でした。全ての音を歌わなくてはいけないということですね。やっぱり一音たりとって無駄にできないということと、それを全部マエストロムーティが聞いてくださってて、またケアしてくださってるっていうのが目の前で見られることはこの上ない喜びです。はい、もう二度とない機会になるんじゃないかなっていうふうに自分の中ではすごく貴重な機会をいただけたことに本当にそれを幸運に思いますし、ぜひ会場でも配信でもその空間というかその音楽を共有していただけたらすごく嬉しいなと思います。なんか大げさな言い方かもしれないんですけど、歴史的な公演になるんじゃないかなっていうふうに期待してます。ありがとうございました。